オリンピック見てる。ああ、そっか、そうだよね。ちょっと待ちでやってる、今。ペンライト届いた。あ、ファンクラブのやつ届いた。おー、いいね、いいね。じゃあ今度のファンクラブのイベントで持ってきてね。愛について考えてたところ、おお、とてもいい時間ですね。あ、エビちゃん一押しでドボンしてた、だって。私もちょこちょこねやってる。今は10位ね、460位くらいだな。もう全然上に行けない。なんか昔はさ、全然ポポーンって上の方に行けたのにさ、今ドボンドボンで勝ち上がって、やっと2、30人抜きぐらいの上になっちゃった。でもちょっとで終わるから、みんないっぱいやってるんだね。抜かれた抜いちゃったそう、プリンもらった。タオ様がくれましたよ。嬉しい、美味しかった。よし、私も頑張ろう、ドボンを。ね、優しいよね。今日9時台はね、ちょっとね、お仕事っていうか、そう、ちょっといろいろやってるからできないな。何かのお知らせ？なんだっけ？ふう、疲れた。うなぎの文字見て、スーパーで鳴ってたうなぎの歌を思い出した。これはどこにでもあるやつだから。そう、多分この音楽を聴いたら、あ、自分も同じかもって思うかもしれない。歌ってもいい？切られちゃうかなじゃあスーパーで流れてたの。いくよ。うなぎ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 土曜のチュ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 ってやつ覚えちゃったここだけ歌いすぎると切られちゃうから。嘘、多分一緒の人はね、チェーン店だけど、きっとね同じスーパー行ってるかも。嘘、聞いたことない。なん、悲しい。嘘でしょ。一個もさ、うわ、それうちの近所と同じみたいなやつないんだけど。近所ではないんだけど、そう、私がお買い物するときポイントをね貯めたくて、そのお店に行くんだよ。知らないの？なんだ、残念。じゃあ知ってる人は今度一緒に歌おうね、うなぎの歌ポイントとか、今すごいポイントね、たくさん貯めてるの。ポイント貯めるのが楽しい。
私帰りたいな。でもお家帰りたいな。はあ、すっごい大きなため息ついちゃった。疲れちゃって。抜け出す、抜け出しちゃう。そうなんだよ、今からねおダンス頑張ります。でもすごいよ、今日頑張ってるんだよ。聞いて聞いて、今日朝もダンスやってね、それから稽古に行って、稽古もまあまあハードで、で頑張ってまた戻ってきておダンスですよ。すごくない？頑張ってる自慢。頑張れ岡部凛。首痛い、首痛いよ。やったことない曲だからさ、頑張んなくっちゃ。そうですね、まあ、なじむりといえばね、舞台といえばね、縦稽古ね、いろいろありますからね。ハーゲンダッツ差し入れしたい気分です。しよ、有言実行しよ。今まお家にいる時間少ないからさ、ほんとご飯食べたり寝るだけに家にいるみたいな感じだから、全然なんか一日中なんかしてるから、あんまテレビ見る時間ないんだよね。今日の稽古はぶちかますんじゃなかったって言ってるから、えかましてきたぜー。頑張ってきたぜー。今日めっちゃ頑張ったよ、私めっちゃ頑張った。もう今日の稽古動画をね、みんなに見せたいぐらい本当にね、もう全てを出し切って頑張ってきたよね。でもそうだね、本当なんかエネルギーをねすごい放出してきたいっていう感じ。またヌルが変な言葉覚えたの。うん。うんだって。いやもうほんと笑っちゃうよ。今日はアイス我慢する。今日はねパンをたくさん買ったくさんでもないか、3つ買っちゃったから、ちょっとそれがあるからアイスは我慢しようと思います。レッスン着は半袖かい？半袖だーい。今日のお洋服は真っ黒クロスケです。わー、黒い何ですかね、これはスパッツかな、真っ黒です。姿勢悪いでしょ今。こうやって持ってないと辛くて、持ってるのが頑張るね。ブラックコーデ。え、そんな毎日黒のお洋服じゃないよ。今日はたまたま黒だっただけ。はあ、ネイルはねちょっと今ボロボロだから見せたくない。明日ちょっと撮影のために落とさないといけないので、
かさ、私さ、自分の爪さ、男爪かなと思ってたけどさ、意外とそんなでもなくてびっくりした。なんかさ、意外とちゃんと女の子っぽい、なんか細長い、見ればわかるかな、意外と伸ばしてみ、いつもさ、すごいギリギリのとこまで切っちゃってたから、私ってあんまりあのネイルがあんまり生えるような爪してないなと思ってたけど、爪を伸ばしてみたら、ああ見せちゃっただから結構いい感じの爪してた。そうなの、いつも短くしてたの私ほんと昔小学生の頃とかほんとに肌さ弱くて、皮膚科すっごい通ってたぐらい、もう体すごい、体中かいちゃってて、そうだから爪をね短くする習慣がついちゃってたから、今はそういう悩みがなくなったから、そう伸ばしても大丈夫になって、ちょっとお料理するときね、衛生上良くないんだけど、うん、マトピーじゃないの、普通に変色だったから、そう好き嫌いすっごい激しくしてたから、それのせいだね。まあ確かに今も好き嫌い、確かに弱いかもしれないね。キュウリさすごい大好きでさ、今までキュウリ好きって言うとあんな栄養ないやつってみんなにバカにされてたんだけどさ、いいじゃんと思ってたけど、この間バゲット出た時にキュウリって意外といろんないい効果があるっていうことを知って嬉しかった。ね、びっくりじゃない？あ、私今までキュウリたくさん食べてたけど脂肪分解してたんだと思ってすごいね、嬉しいね。今冷蔵庫の中に、あ、どうでもいい私の冷蔵庫事情、キュウリ6本入ってるよ冷蔵庫の中にね、私もなんかみんなにそう言われるから栄養ないものを食べてるってずっと思ってた。あ、そうだね、体を冷やしてくれるみたいなよく聞いたけど6本入ってる人はいない。ちょっと今冷蔵庫の中たくさん物がありすぎちゃってやばいな、食べきれるかな。そうだよ、私はキュウリが好きなんだよ。そう、トマトのカプレーゼも今もでき、ね、すぐにできるぐらいトマトとね、あのあれがある、チーズ常備してる。そう、安くなってる時に買っといたの。まあ安くないけどね。トトロのめいちゃんがキュウリ食べるとこ好き。わかるわかる、トトロのさ野菜関連のシーン全部大好き。私は野菜をたくさん取って皮に、そのカゴの上に野菜を乗せて皮に入れて冷やしてるんだか洗ってるんだかどっちかわかんないけど、それをやってるシーンが好き。私はあのシーンよくない？なんかそれを今言ってくれたの嬉しい。なんか
なんか共感してくれる人がいて嬉しい。ね、いいよね。あとさつきとメイがなんか洗濯を足で洗濯物を踏んでわちゃわちゃやってるシーンとかも好き。あとはね、さつきがお弁当を作ってるところでご飯になんかピンクの物体をタラコかな、あれなんだろう、なんかピンクのなんか物体をかけてるシーンも好き。わかる？で、そう、私お弁当作ってるとこ好きだった。いいよね、あのシーン。あと一番最初の荷台に乗って引っ越してるシーンとかも好きだよ。あー、わかる、おたまじゃくしのシーン好き。わかるわかる。待って、あれさ、タラコじゃないんだ。ショック、タラコだと思ってた。あれタラコじゃないの？すごい声でかくなっちゃった。稽古やってたからすごい声が大きく出ちゃう、気をつけよう。タラコじゃないんかい。なんだ。でもあれにタラコを乗っけて持ってったら腐っちゃうかな。なんだ。私はそこにロマンを感じていた。マジか。その部屋は大声でしょ。大丈夫でしょ。まあ大丈夫だけど。声でかい。タラコじゃなかったことにすごいショックで大きい声出ちゃった。あ、確かにタラコってそうだね、皮ついてたから。あ、やっぱ違うんだね。今日リンハイテンション。ハイテンション稽古してきたから声の調子が良いみたいです。そうなんだ、昔のお弁当の定番なんだ。持つの疲れてきちゃった、座ろうかな。どうぞ買い続け。起きたいな、疲れてきちゃった。もちろんもうそろそろ終わりにするんだけど、ちょっとおこ、だんだんだん、あ、変なアングル。これでいいや、疲れちゃった。めっちゃ後ろドア。夜ご飯はどうしようかな、食べようかな。パーテーションが座るドアの前に、さっきねカレーパンと、なんかチーズのね大きいなんかカリカリしたパンとチョココロネを買ったの。さっきね2つ食べちゃって、でもさレッスン終わった後に食べるよりさ、レッスン何の相談してるの、みんなにね。始まる前にカレーパン食べちゃおうかな。ピーターパンのパンをカレーパンを超えるか。チョココロネ、もうバスクチーズケーキ食べに行く時間ないよ、無理だ。あー、食べに行きたい。あ、でもさローソンでねバスクチーズケーキ売ってたの、ちっちゃいやつ。
それめっちゃ美味しかった。おすすめだよ、みんなにも。美味しかった。バスチー。扉の向こうのシャワー室みたいに見える、確かに。ロース行ってきて本当美味しかった。なんかね、あのあれだ、黄色いパッケージ、黄色い袋だった。また今何分だろう。私もそろそろ終わりにしないと。始まってまう。ファミリーはセブンイレブンが好き。お、もうそろそろにしよう。よし、頑張るぞ。ブンブンブン。マリトッツォは食べてないよ。マリトッツォ食べたい。バイバイ。バイ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 。バイバイバイ。ああ、さっきゆかりさちの人がね、さっきまで帰りたいって言ってましたね。よいしょ。そうだよ、帰りたい。寄り道せずに帰る、もちろん寄るところはない。ベリン、今日最後のおダンス頑張ってくるでござる。ぬる様、ぬる様万歳。今日はないかな。今日はないかもしれないな。じゃあね、みんなバイバイ。頑張ってくるぜ。すごい変なテンション。じゃあね、バイバイ。切ります。